時は戦国末期、日の本すべてを焼いた戦火は未だに勢い衰えず、山深い芦名の国にも燃え広がっていた。心すらなくしたか。ああ、共に来るか、飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前の主だ。命を賭して守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。よいな、狼よ。一心の国取りから24年、芦名の国は斜陽にあり、狼の忍びはすべてを失っていた。育ての義父も、守るべき主も。忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。よく来てくれた。久しいな、狼よ。
お迎えに参上いたしました、我が主。うむ。表を上げよ。くさび丸、そなたの刀だ。我が忍びよ、主従の約定に従い、命を賭し我に仕えよ。狼をよく見つけてくれた。さあ参ろう。御意。血の定めから逃れることしかできぬとはな。久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿、私は すまぬ。お任せを。邪魔立てするか、巫女の忍びを。忍びよ、卑怯とは言うまいな。巫女はもらっていくぞ。忍びとてこの程度か。巫女はもらっていくぞ。
覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。目覚めたようじゃな。因果よの。なかなかに死にきれぬようじゃ。目をつぶり、鈴の声を聞いてやるといい。その鈴の音が呼び覚ますじゃろう。眠っちまってるお前さんの古い記憶を。父上、母上、長女よ、みんなどこへ行ったんだ。巫女様、現実か。久しいな、フクロウのせがれよ。お嬢殿、言ってください。そなたはなすべきことをなすのです。わかりました。さて、やろうか、せがれ殿。私のため、そなたは戦ってくれた。捨て置くことなどできるものか。狼、我が血と共に生きてくれ。おじい様のご様子はどうだ。一心様は命を保っておられるのが不思議なほどです。そうか。巫女よ、もう一度言う。不死の契りを俺と結べ。
できませぬ、源一郎殿。たとえひとたび敗れるとも、命を落とし主を必ず取り戻す。それが我が忍びなれば。お迎えに参上いたしました。今しばらくお待ちくだされ。なるほどな。貴様を殺しきらぬ限り留飲を我が手にはできぬよ。見事だ、巫女の忍びよ。惜しいな。主を変えるつもりはないか。ザレ事を。ザレ事だと。このアシナを守るためならば。あなたが勝ったのですね。お主。争うつもりはありません、巫女の忍びよ。源一郎殿、もしや落ち水を。アシナは、この国は俺のすべてだ。そのためなら俺は人間をやめよう。死人帰りか。猿が三匹、一つはカラカ。目を閉じてください。
奥の院にてお会いいたしましょう。覚悟が終わりならば改められよ。お主のことはよく覚えているぞ。死んだと聞いていたが、一体何を企んでいる？フクロウよ。企むなど滅相も。さあ、我と共に参りましょうぞ。この袋は巫女様の尊いその恩賜。お守りしたいだけにございます。お主も流因に見入られたか。話すことはない。猿がよい。はい、すみませぬが、懐かしきこの眺めをもうしばし堪能したく、満足しましたら帰ります。せがれよ、なぜこの父の思いがわからぬのだ。忍びの掟を忘れたか。掟は己で定める。そう決めました。我が主のように。少しは成長しておるようだな。やろうか、狼よ。
戦況か。クロ様、久しいな、巫女の忍び。見よ、不思議のもう一振りを。ケンイチロウ殿、そのようなものでは決してアシナの命運は変わりませぬ。狼を、竜印など誰の手にもあるべきではないのだ。苦労をかけるな、御意。参る。しまいとしよう。わしはこのアシナをよみがえらせねばならぬ。ゆえにセキロ、お主を斬るぞ。おそばにおります。竜の涙。
生涯の忍びを牛たちをお願いできますか。これはやはりあなたが持っていてください。また新しい忍びが力を求める時が来るでしょう。おそばにおります。竜の涙、参りましょう我が巫女。クロウ殿、今はどうか安らかに私の心にとどまってください。さようなら、みんな。私は行かねばなりません。我らの因果を断ち切るために。とても長い旅になります。それでも共に来てくださるのですか。はい。ありがとう、竜の忍びよ。クロウ殿も喜んでおります。参りましょう。西に神なる竜の故郷に。おそばにおります。竜の涙、
最後の節を成敗いたす。人として生きてくだされ。行かれるのですね。はい、私も人として懸命に生き、そして死のうと思います。我が忍びがそうしてくれたように。エマ殿にもお世話になりました。お主のことはよく覚えているぞ。死んだと聞いていたが、一体何を企んでいる？フクロウよ。企むなど滅相も。さあ我と共に参りましょうぞ。この袋は巫女様の尊いその恩賜。お守りしたいだけにございます。お主も流因に見入られたか。話すことはない。去るがよい。はい、すみませぬが、懐かしきこの眺めをもうしばし堪能したく、満足しましたら帰ります。それでこそわしのせがれよ。これで我が波動も、これはこれは物騒なお客人じゃ。だが道元殿のご息女と争うては、今は亡きあのお方に申し訳が立たん。ほう、なかなかどうして。狼よ、そなたに任す。見事打ち破ってみせよ。御意。私はかつて修羅を見ました。あなたの中に
同じものがいる。それを切らねばなりません。セキロよ。お主、愛想はまるでないが、不思議と憎めぬやつじゃった。修羅に落ちる前に切ってやろう。待たせたの。だが、こちらの守備も上々じゃ。しかし、老いたりとはいえ、あの一心に勝るとは。さすがはわしのせがれじゃの。これで全て我が手の中よ。足名もナイフどももこの国ごと食らうてくれるわ。我武士右近左衛兵士、民草合わせて死者数千、生き残りはほとんどなし。アシナは戦国最も悲惨な殺戮の舞台となり、その地には後々まで鬼が潜んだという。